こんにちは、粟田洋介です。今日はタイトルの付け方についてお話ししたいと思います。作品のタイトル付け苦手だという方もいらっしゃると思います。私は語彙力がなく言葉が苦手なので、昔はタイトル付けが苦手でした。でも今ではタイトルを付けるのをちょっと楽しんだりしています。だからといって語彙力が上がったり言葉が得意になったわけじゃないんですけど、まあそんなわけで今日は私の場合どんな感じでタイトルをつけているかということをお話ししたいと思います。すべての人に当てはまる方法ではないかもしれないんですが、参考にしていただけたら幸いです。今日お話しする内容は、まあ私のタイトル付けの方法として、いつタイトルをつけるのか、言葉はどんなところから出てくるのか、タイトルのタイプ、それからこだわる点、そして私が苦手意識をなくすために役立っていること、難しく考えない、楽しむ、ああこうすればよかったって思った時なんてことを話していきたいと思います。まずいつタイトルをつけるかということを話します。私はタイトルを後付けすることがほとんどです。絵を描き始めた時は最後までどんな作品ができるかわからないので、後につけるしかないということですね。作成中にこんな感じのものが出来上がっていくなとか、ストーリー性が分かってきたり見えてきたりしたら、たまにですけどこんなタイトルにしようかなとか、タイトルを考えながら書いてたりすることもあります。あとは稀に作成前にタイトルをつけることもあります。それはなんか気に入った言葉がなんかあって、それをタイトルにしたいと思って絵を描き始めたり、あとはモチーフ、例えば黒猫を描いて黒猫ってタイトルにしてしまうとかね。言葉はどんなとこから出てくるのかということなんですが、タイトルを後付けするときは作品完成してるので、完成した作品を見て感想とか思ったことで出てきた言葉、その言葉を元にタイトルを考えます。まあ言葉が先に出てくる場合と、例えば映画のタイトルとか曲のタイトルとか、なんか最近聞いた言葉で面白かったって言葉があったら、それをなんか元にちょっとアレンジして使ってみたいなとか、そのまま使っちゃったりとかすることもあります。最近気に入った言葉でテクノブレイクって言葉なんですけど、言葉の意味に関わらず随分かっこいい言葉だなと思って、そのうち そのタイトルの作品なり展示会のタイトルなりやってみたいなって考えています。タイトルのタイプなんですが、長いタイトル、短いタイトル、複雑なタイトル、単純なタイトル。私はそのタイトルの長さとか短さとか、複雑難しいとか簡単な言葉とかっていうのはもう何でもいいと思っています。その時面白いと思ったこと、面白いと思えばどうでもいいと思ってます。短いからすごいシンプルでいい場合もあるし、すごい長くて何この長さって、ちょっと長すぎない、でもなんか面白いみたいなのもあると思います。私がこだわってる点、長さもシンプルさも複雑さもこだわらないんですけど、こだわってる点もあって、まあ一つが間接的につけるということですね。たまに私の作品を 見ながら、私が思いもしない感想をずっとね、長い間楽しそうに喋っていく方がいらして、想像力あるなと思って感心した場合があるんですけど、結構そういう方いらっしゃって、まあ私の作品の方がなんかこれはこうでこうだって決めつけたような表現じゃなくて、自分でもなんだかわからない表現なので、見る方がいくらでも想像できるということなんじゃないかなと思って、タイトルにも想像の余地を残しています。例えばこれ今年書いた作品なんですが、タイトルが2時30分AM というタイトルなんですけど、朝の2時半ってことなんですけど、なんかこれはいろいろ想像できるんじゃないかなと思って、猫とか決めちゃうと思う。あとはなんかその意味、例えば2時半だから猫がギャーギャー盛りがついてるからっていう感じのタイトルつけちゃうと、それにしか見えないし、じゃあなんかいろんなことを考えて、いろんなこと想像できていいんじゃないかなと思って、すごく。それから別の作品なんですけど、これはね、サブマリーンの旅というタイトルをつけました。いろんなゾウさんとか人の顔とか猫とかいろいろ出てくるんですけど、なんかこれがサブマリーンがどこにあるかって、なんか私これがサブマリーンに見えちゃったんで、そういう風にしたんですけど、そっからなんか想像していただく、なんか
まあ、想像が膨らむんじゃないかなと思って、そうです。そういうタイトルの付け方をすることが多いです。あとこれはね、最初の始まりっていう作品なんですけど、最初の始まりってなんだろうって思う。作品的にも想像の余地があると思うので、そんなタイトルにしましたけど、なんでタイトルにしようかなって結構悩んだかもしれないですね、これ。ちょっと2年前なの、2年前の作品なので、ちょっと忘れちゃいましたけど、なんか作品を通して伝えたい時がある場合、今ちょっと作品見当たらないんでちょっとサンプルないんですけど、環境問題とかで私がなんか訴えたい内容を作品にしたものであった場合は、それを直接タイトルにして訴えかけるみたいなことをすることもあります。まあ直接的でもそんなに意味がないこの作品は何かっていうと、後ろを見たらフィッシュって、私もタイトル忘れてて何それって思ったんですけど、フィッシュっていうタイトルで、モチーフそのままね、タイトルつけると、私魚ね、いっぱい描いてるんで、次も被っちゃうんじゃないかなって。でもつけちゃう場合あるんですね、それね。これもタイトルつけて忘れてたんですけど、タイトル見たら、フィッシュフィッシュフィッシュって書いてあって、バカみたいですよね。なんかね、こんな感じでなんか似たようなタイトル。でね、多分、何年後かにまた同じタイトルの作品を書くかもしれないんですけど、単純でシンプルなタイトルですね。あとこの作品なんですけど、シンプルだけど長くて、なんだっけな、大きなネズミに会った大きな猫とか、そんなようなタイトルだと思うんですけど、長いですよね、タイトル。長くてそのまんまでバカみたいで面白いなと思ってね、そのタイトルにしたんですけど、まあ付け方のパターンっていうのはそんな感じですかね。あとは私の苦手意識をなくすため、役に立っていること、まあなくすために始めたわけじゃないんですけど、まあそれが役に立ってんだなって思うことは、まず難しく考えない。なんかね、私の場合難しく考えると頭が働かなくなってね、動かなくなっちゃうんですよ。考えすぎない方がうまくいくので、考えすぎないようにしてます。で、迷ったらずっと迷うこともあるんだけど、先に進まないですよね。なので、まあこれでいいやって感じで決めちゃう。私の場合語彙力がないので、難しく考えてうまくいくわけがないんですよね。だからシンプルに考えて、さっきのこのフィッシュみたいに。あとは楽しむってこと。難しく考えるのが楽しい人は難しく考えればいいし、楽しくつけたタイトルは人に伝わると思うんですよ。タイトルだけじゃなくて、楽しんで書いた作品の方が楽しんでいただけることが多いと私は思うし、タイトルだって作品の一部っていうか、タイトルは作品の名前ですから、作品と同じような感覚でつけたんでいいと思います。というか思っているので、自分でそうしています。あとね、あーすればよかった、このタイトルじゃなくてこうすればよかったって時は、まあそうやって変えちゃえばいいんですよ。もしくはなんか、ああでもこうすればよかったとかね、キリがない場合はもう忘れて、もうつけちゃったな、もうそれでいいってでね、なんか面白いタイトルを思い浮かんで、すごいその言葉気に入ってたら、次に似たような作品を作った場合は、その作品にそのタイトルつけちゃうとか、まあそのタイトルを覚えてたらの話ですけどね。だから私の場合はこうだこうだって思わないで、もう一度つけたらもう終わり、次に進みましょうっていう感じでやっています。私は個人的にタイトルっていうのは個性だと思ってます。で、タイトル付けっていうのは表現、作品同様表現だと思っています。なので、何が正しくて何が間違えてるとか、もう人それぞれだと思うし、自分でそれがいいと思ったのが正しいやり方、正しいタイトル、正しいも何もないと思うんですよね。自分でそれがいいと思ってつけたタイトルなら、それがいいタイトルなんじゃないかと思います。それがタイトルの付け方で、その一言で終わっちゃいますけどね。まあね、タイトルなんてなくたっていいと思うんですよ。でも私の場合、展示した時に作品並んでて、でそのタイトル、無題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 って並んでるのが嫌だし紛らわしいので、頑張ってタイトルをつけることにしました。でもまあ今では楽しんでタイトルつけてますけどね。売れるタイトル、いろんなものに商品名があるように、タイトルによって作品の印象かな、なんか変わることも多いと思います。私も過去にタイトルが面白かったことが理由で、
作品を購入していただいたということが数回ありました。まあタイトルだけを気に入っていただいたわけじゃないんでしょうけど、タイトルっていうのも気に入っていただいた一つの要素なんじゃないかなと思います。なんですけど、私の場合タイトルとか作品とか何でもそうなんですけど、売れるためとか人から好かれるためになんか表現しようと思うとうまくいかないことが多いです。なので自分が面白いとかいいっていうのが基準で作ったりタイトルをつけるときもそうしています。これはあくまで私の考えなんですけど、タイトルも作品同様個性ですし、その作品の一部、作品の名前ですから作品の一部と考えています。自分に正直であるときに個性っていうのが現れるのだと思っているので、私は作品を作る基準は自分が面白い、満足して面白い、素晴らしい、自分でそう思えるっていうことが良い作品という基準で作品を作っています。タイトルをつけるときも同じように自分の基準でつけています。まあそんな感じで私はタイトルをつけています。というわけで最後までご覧いただきありがとうございます。また次回お目にかかりましょう。さよなら。